漬け禁止のやつやな。やった。バーバーが出てるから、うん、ビーバーみたいって言われて、うん、トウモロコシ食べるの早そうか。どうなんですか実際は。早い。普通やな。乾杯。乾杯。あ、たまにやっぱ挟みたい甘いお酒。日常にスパイス、日常にスパイス。これはどて焼きですね。ちょっと待って、箸が使えない。箸をうまく使えません。結果これだけになります。いただきます。うまっ。もう分かります。いや、うまいよ。どて焼きめっちゃうまい。うまいの、まだ出ちゃうぐらい。うまっ。え、ちょっと待って、これどて焼きなんです。どて煮じゃなくて。どて焼き。焼いてるとこんな汁っぽい感じ。あの、煮込んでるんやけど、どて焼きっていうふうに言うね。うん、おいしい。ザードね。はい、ノリノリノリ。ああ、なんで長渕なん。行くかな。それではパッカーン。はい、これ二度付き禁止なんでたっぷりつけてくださいね。はい、つけました。いただきます。うまいやろ。うまいね。どう。しかもこの揚げ物なのにさっぱりしてるというか、なんか
カラッと揚げてある感じ。そうやね、衣薄いやろ、しかも、うん、おいしい。こういう感じなんですね。うまい、うまい。あっつ、なんか手にかかった。でも、ねえよ、そんなもの。そのままキャベツで拭いてくれ。俺の服おしぼりにされました。赤なんか酸素がすごい。うわ、ここかぼちゃいきたいと思う。ほぼ口の中に入ったけど、いただきます。もしもし、はいはい、うん、多分これが鳥だと思うんで、鳥に行きます。はーい、鳥ちゃん行ってみます。うまっ、全部うまい。マイル、あ、お疲れさん。なんか急いでるってやつをやりたい。まあね、ピーナッツ、うん、あれ大丈夫、唐辛子かけたね、キツキツとか、見物ですな。うん、どうする、抑えるの。早く、ちょっと待ってよ。早く、早くしろ、はい、早くしろ。ボーイピーは中間管理職やから管理職、管理職やかましい。やっとですね。はい、ということで、はい、どうですか大阪の味を。ちょっと待って、これおかしいて。これにまでからしておかしいて。ジャポーンってソースにつけたらからしつくて、あかんよ。あ、いいこと思いついた。何？これを、うん、お玉代わりにして。もう何でも七味やめましょうよ、ほんまに。あ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。はい、ドレミ特製日常にスペシャル、日常にスパイスをスペシャル、どうぞ。その串カツに七味とかってないんでね。え、おいしいよ。いや、おいしいよ、そら、うん、もうちょっとたっぷりソースつかかったな。ふたひでです。ちょっと絶対おいしいと思ったから2本頼んじゃったね、うん、前回やばかったからね、うん、美味しいな、うん、イワシもまたうまいわ、うん、うまっ、まあ、これマジで何本でもいけそうなぐらい美味しい。何本いこう、100円ぐらいやろ、うん、ダメ、こうやってやりすぎたら5軒目いけなくなるから、食べ過ぎて食べれなくなってもいけないから。私一番嫌いなのは公平な人。公平な人、例えば、うん、だから店員さん食べ口もちょっと苦手、はい、友達じゃないんだから、はい、あ、まあ、酔っ払ってなんとかだよねぐらいならいいんだけど、うん、もう基本上からな感じの人と、あとはその車乗ったらすごい変わる人。苦手、ちょっと苦手。どう変わる？おい、抜かしてんじゃねえよとか急に。ああ、用意はどうやったのに。そう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 。あとその、うん、昔悪かったよっていうのが抜けてない人。ああ、おる。マジでなんか冷めちゃう。なんか聞いちゃう。ヤンキー話。ヤンキー話。っていう。オッケーオッケー。とかちょっとなんか悪い人と関わってるよみたいな。知らないし。冷めちゃう、それで。あとね、私ね、すごい嫌いな行為があって。はいはい、その大変な人とは別なんだけど、はい、じゃ仮に私のことを好きな人がいました、うん、で、まあ、ずっと散々好き好き言われてて、はい、振られたとする、うんうん、私が振っちゃって答えなかった時に、うん、その好きだった子に対して、うん、女の子紹介してとか言う人、他の子が多いとか。そんなやつおるんすか。めっちゃいますよ、男の人で。あ、なんか瞬間に違う子紹介してとかいうやつおるんですか。で、そのちょっとなんか嫌な気持ちにさせたいっていうのももちろんあるかもしれないけど、はい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 、そのハマってちゃんのところ、はいはいはい、いや、女紹介してってそこじゃなくていいでしょ。そんな子おる。なんか無神経な人、はい、で、よく
聞いてこれたなっていう、なんか今までそう好きだとか言ってたのに、はい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 、それはで、それが本心でも聞くし、うん、逆に構ってほしくて、これ他のとこ行っちゃうよみたいな感じでやるならマジで逆効果だと思うからやめた方がいいよと思う。男の人でよく、あのキャバクラでも、うん、他のとこ行っちゃおうかなみたいな発言する人っていたんですよ。やきもちやかす。そう、だからそれはマジで逆効果だからやめた方がいいと思う。私はそれ言われたら、あ、行っていいよって言っちゃうタイプだから。あ、それは気になってる人でも。いや、気になってる人がそれ言ったら冷めちゃう。本当に、え、なるほどね、うわーってなるから、何よりもあの素晴らしいのは、うん、ストレートに伝えるってこと。だからあのこの前ね、抱きたいなら抱きたいって言えって言ったみたいな感じで、うん、好き、ブレない好きがやっぱり一番勝ちですよ。その男ってもう聞かへんかったらええのにと思うんですけど、今までの経験人数何人ですかって聞いたりとかするんですって。だいたい理想は 2,3 人らしいんですよ。うんうんうん、うん、分かる。で、あ、そうなんやってやっぱりなるらしい。納得したいんですよね。そう、初めても引くんですけど、うん、2,3 人ぐらいがちょうどいいっていうのが、うん、その情報としてはこうあるらしいんですよ。でそれが例えば20人、30人とか言うたらドン引きするらしいんですって。うん、何人って答えます？5人ぐらいっていうふうに言います？うん、あ、聞かれたらちょうどよくないですか、5人。そう、今 30? あ、ちょうどいいかもしれない。うん、長く付き合ってる彼氏もいましたよみたいな。ああ、そうやね。そんなこと言ったことはないですけどね、その5人とか。だけど、あの、あれ、私あれも嫌なんですよ。その経験人数何人とか付き合った人何人って、はい、こうでしょ、こうでしょ、数えてあの感じ。ああ、いやいや、あの本数で。いやね、いやね。でも私もそんな本当にめちゃめちゃ多いタイプではないから。ピー入れるから、それ正直な数。え、じゃ数えてですか。数え。え、意外と、うん、あ、関係持った人ですね。え、でも関係持った人がやってるわけでしょ。うん、いや、そうです。そうも言うこと。あ、経験人数。そうそう、そしたら、3人ぐらい。付き合ってない人3人。え、でもまあ全然。いや、そうです。長い彼氏が多かったから。へぇ、5年、3年とか。はいはいはい。短い期間はあんまり、最近でも1年。でも、ワンナイトラブとかは1回もない。へぇ、2ナイト、3ナイトですよ。おかわり、おかわりで、はいはい、関係は続くっていうのは、はい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 、その場のノリで一回やっちゃったとかはない。それは何なんですか、自分の中で気をつけてるんですか。何がですか。もうあんな人は絶対しませんっていう気をつけてる。いや、だからある程度いいと思ってなかったらしないから、つまんないワンナイトってやっぱ多少好きでいたいから。はい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 、ということで、人なんですけど、一応公表的なには5人ぐらいさせていただくということで、ちょっとピー入れてよ。入れへんわ。入れろ、やだ。でもピー入れたらもっと多いと思われるんで。うん、いや、そっか、確かに。どっちする、ちょっと選んで。いや、もう選んで、選んでもどっちでもいいや。意外と少ないなって印象。うん、あ、よかった。じゃあ次の店行きますか、そろそろ。そうですね、まだまだ話足りないですけど、はい、まだあと2店舗あるんでね。うん、あのうちら語りすぎちゃう癖があるから。そうなんだ。また違う話がどんどんそれていっちゃうからね。え、5店舗見つかれへんっていうのになっちゃったりする可能性があるので、ね、結局いつもと同じ時間に終わるみたいになっちゃう。だからせっかくだからね、うん、その後飲むにしてもちゃんともう終わらせて。そう、終わらせて飲みますか。終わらせて飲みましょうよ。はい、2,800円。800円。初めが安すぎて油断してる私たち。890円オーバーですか。ほぼ1000円オーバーですからね。まだ行きます、大丈夫、探そう。なんかいい店見つけちゃいましたね、歩いて迷ってる間に。うん、センベロクラブ、ウェルカムトゥジャパン。センベロもここまで来たかと。はい、センベロもついに世界進出を。センベロクラブご視聴いただきありがとうございました。ズレミのツイッターフォローよろしくお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。来週もまた見てくださいね。じゃんけん、ぐる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 、じゃんけん、ポン。 Woo-hoo-hoo-hoo!